さっき出ました鳥さん噛みませんかって言われます。大きなくちばしがあって鋭い爪があってまるで獲物を捕まえて食べそうな感じ。噛まれたら痛そう、血が出そう、骨が折れそう。見てみましょう。太い木もですねバリ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 割ってしまいます。食べてるわけじゃないですか、噛んで遊んでますね。そうです、鳥さんはですね噛みます、噛みますから、もう飼い主さんは血だらけで我慢に我慢を重ねてというわけではないです。噛まれない方法がありますので、それによってお伝えする際にはキーワードがあります。鳥さんのキーワード、家畜化です。実はワンちゃんや猫ちゃんは家畜化されています。昔は大昔は狼だったり山猫だったり人間に襲いかかってくる生き物でしたが、数千年かけて人と優しく接するように進化してきました。家畜化してきたんです。でもインコやオウムなどの鳥さんは家畜化されていません。例えばテレビとかで赤ちゃんがよしよしよしで歩いてきてですね、ワンちゃんの頭をポコッと叩く、ワンちゃんもわっ痛い。でもまあ赤ちゃんのしたことだからしょうがないかって我慢してくれたりする、そういうシーンがあります。例えばその赤ちゃんがよちよちよちしてきて、ありえないけどワニとかヘビの頭をポコッと叩く、ワニやヘビがガブッと噛みつきます。家畜化されていないからです。我慢しないから。鳥さんも我慢しません。家畜化されていないから嫌なことをすると噛みます。嫌なことっていうのはセクハラとかパワハラです。ちょっと大人のお話ですか。嫌がることをしたら噛みます。勝手に体を触ろうとしたらガブッと噛みます。勝手にくちばしを触ろうとしたら噛みます。誰か知らない人が勝手に体を触っちゃうと嫌ですよね。知らない人が口を取り入れると嫌ですよね。舐めろってなります。おじさんも知らない人が勝手に口足を触ろうとしたら噛みます。撫でる時もこうです。近づいていって勝手に撫でたら噛まれますので、そっと近づいて撫でてもよろしいでしょうか、撫でてもいいでしょうかとお伺いを立てて、いいよって言った時だけ撫でれますから、気持ちを尊重してあげないと噛まれますのでね。では次の動画を、3羽の鳥さんが出てきます。この子は撫でさせてくれました。可愛らしいです。次4個いきますね。嫌だ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 、撫でさせてくれませんでした。この子は超怒ってます。撫でさせてくれない時は撫でさせてくれないという動画でした。噛まれない方法はですねこれしかありません。嫌がることをしないです。でもう一つあります。好きすぎて噛まれるんですね。鳥さんは飼い主さんのことが好きすぎて噛むことが噛まれないようにしてもらう方法のクイズにしてみました。噛まれた時どうするかです。1番怒る、2番睨む、息を吹きかける、3番息を吹きかける、4番泣く、5番無視をする、どれか分かりますか。1番の人、2番の人、3番息を吹く人ですね。4番泣く人、泣いて弱ってるように見せかける。5番無視する人、あ、無視する。息を吹きかけると5番がありました。正解はですね、無視するんです。ちょっと説明します。鳥さん噛まれると痛いです。悪い方法はですね、あ、痛い、これダメよ、痛い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 。昔は息を吹きかけていました。鳥さんはこう思っています。痛い、ダメよの言葉の意味がわからないので、あ、人が話しかけてくれている。見つめてくれている。嬉しいです。昔フッてしてたんですけど今はしません。あの鳥さんとして喧嘩するとき鼻息を荒らしてクッて喧嘩します。びっくりさせる言葉なんですけど、そうすると飼い主さんがいつも怒ってるっていうことになるので今フッてしまう。肩にいて耳をカクカクって感じ、これ痛い痛いってすると、あ、人の耳をかくと人の耳をしてるし人の耳をかくと正解は鳥さん無視されるのが一番嫌いですから、噛まれたら痛いからムカッときますけど我慢してそーっと下ろして知らんふりしてください。5秒以上知らんふりすると、あら、噛んだら無視されて面白くないな、噛んだら面白くないんだなという教育しつけになるからです。鳥さんは人のリアクションが大好き、だから噛まれたりしたらリアクション取るともっと噛むようになります。で、嫌いなのは無視されることが嫌いです。なので噛まれなくなる方法は噛まれたら知らんふりをすること、これしかありません。これはワンちゃんでも猫ちゃんでもそうです。同じです。甘噛みといってですね、ワンちゃんも猫ちゃんも同じですよ。痛くなくて噛んできたり、くちばしを近づけてきたりして可愛らしい仕草をします。あ、まだ痛くなくて噛むなんて偉いよねって言ってると、あ、手を噛んでいいんだね、ガブンとか噛んでいいんじゃありますか。気をつけてくださいね。
ます。好きなことは、人とリアクション、褒められて褒められてご褒美をもらうのが大好き。インコの嫌いなことは知らんふりされること。このですね、してほしいことをしたらすぐにこう、してほしくないことをしたら知らんふりをする。これも利用してですね、これが大事です。トレーニングで応用行動分析学、精神心理学からスタートしたポジティブレインフォースメントを利用してトレーニングをすることができます。ちょっとその様子を見てもらおうと思います。さあ、おいでおいでとかターンとか握手をしてみるんですけど、誰かできましょう。できるかな。鳥さん次第なんですけどね。鳥さんは注目して見られることが大好きです。褒められることが大好き、ご褒美をもらうことが大好き。注目して見られるのは10ポイント、褒められるのは20ポイント、ご褒美は2000ポイントです。ご褒美絶対必要。さあ、おいでおいでって言ってくるのは誰か。みそちゃんかな。じゃあ呼んでみましょう。鳥さんはですね、目で、匂いではなくて目でよく見えます。目でよくご褒美を見せて、リコちゃん、おいで、おいで、おいで、リコちゃん、リコちゃん。元気かどうか、心でバンちゃん、ゴーちゃん、元気ですかというお話です。